直近1ヶ月の勝率 80% 超えで1ヶ月利益なんと150万円超えを簡単にすることができてしまった翔です。はい、どうも、バイナリー投資塾の陽介です。今回はインジケーターを1つだけでしっかりとした利益を狙い種を2つ伝授いたします。僕のチャンネルではその時その時の相場に合わせた賞の解説を僕なりの見解を伝えながら紹介をしていきます。ぜひいいねをしてチャンネル登録をしてこちらの動画を見てください。それから現在の相場に見合った手法ってことで直近相場だったりと、まあ、タイムリーな情報が満載なのでベル通知は必ずオンにしておいてください。はい、ということでね、冒頭でもお伝えした通り今回は2つの手法を伝授していくんですが、両方すごいことにね、勝率は直近1ヶ月で 80% 超えなんです。なので今回紹介する手法を2つともしっかりと理解していただき、もうね、年末も近いっていうことなのでお金のあるいい年末年始にしていただければと思います。では早速そんな仕様の解説に入る前に、今後バイナリーで必ず勝っていきたいっていう人はまず僕の LINE 登録をしてください。今僕の LINE 登録していただけると豪華3大特典、これを完全無料でお渡ししています。これからどんどん稼いでいきたい人はぜひ最後まで見てください。では1つ目の章はパラボリック SR を活用していこうと思います。でこちらの設定値につきましてはかなり重要になってきますので、この動画を最後まで見ていただいた方のみお伝えしていこうと思います。ですので必ず最後まで動画を見るようにしてください。では早速こちらのパラボリック SR の挿入方法なんですが、こちらの挿入インジケーターでトレンドの中にありますこちらパラボリック SR ですね、こちらを選択してください。そうすると設定画面が出てきますので、数値等を入れていただくとこのように表示されます。でパラボリック SR っていうのは最近の動画でも活用させていただいたインジケーターなんですが、チャート上にドットを表示して現在の相場の方向の強さを表すトレンド系のテクニカル仕様になります。まあ、相場がどちらの方向に強いかを確認できるため取引が有利になりますよね。で、まあ、分かりやすくちょっと拡大したんですけども、こちらのローソク足上にパラボリック SR のドットが表示されている場合は現在が下降トレンドと表していて、逆にロースカーシーよりもこのように下にドットが表示されている場合は上昇トレンドということになります。ではね、早速今回はこのパラボリック SR のみを使ったトレードをしていこうと思います。で今回インジケーターが1つだけなんでめちゃくちゃ簡単です。そもそもこのパラボリック SR って FX で人気のインジケーターで、今回設定値をバイナリー向けに変更しているんですけども、トレード方法は少しね FX っぽい感じでエントリーをしていきます。こちらの点々、まあ、ドットが今まで上に表示されていたものがちょうど下の点々に切り替わったタイミングで次の足でエントリーをしていただくんですが、今回エントリー判定の時刻なんですが15分の5分取引ではなくて15分取引を選択してください。なので半エントリーのポイントはこちらが基準となります。こちらのドットがここでぶつかり、今まで上にあったものが下に切り替わってますよね。ですのでここが基準となり、これ今5分足のチャートを表示しているので、ここから15分後、ここが5分、10分、15分っていうような感じで1、2、3本、3本目の足を見てください。そうするとこのように陽線が形成されておりますので、しっかりと勝つことができています。では続いてローエントリーの解説になりますが、半エントリー条件の逆になりますので、まあ、簡単にねご理解していただけると思います。こちらの点々が今まで下に表示されていたものがちょうど上のこの点々に切り替わったタイミングで次の足でエントリーをしていきます。でこちらも同様に次の足でエントリーをしていただいてから、そこから15分取引を選択をしてください。つまりここがエントリー条件となり、判定結果を迎えるのが5分、10分、15分になりますので、ここの足ですね、この足を見ていただくと陰線が形成されておりますので、しっかりと勝つことができています。まあ、半エントリーもローエントリーもめちゃくちゃ簡単ですよね。ではいくつかねエントリーポイントを振り返っていきましょう。そうするとここですね、このパラボリック SR がもともと上にあったものがここでぶつかり下に切り替わっています。ですのでここが基準となり見ていくんですけども、ここから15分後、5分10分15分後なのでここの足なんですね。ですが見ていただくと陰線が形成されていて負けてしまっています。ですがこちらもエントリーポイントです。もともとパラボリック SR がこのローソク足に対して下に表示されている、そこからここでぶつかり上に表示されている、まあ、切り替わっていますので、まあ、ローエントリーのポイントですね。でここから15分後の判定になりますので5分10分15分、つまりここの足が判定結果を迎えるローソク足になりますので、これご覧いただくと陰線が形成されているのが分かると思います。
つまりしっかりと勝つことができています。はい、ということでね、いくつかエントリーポイントを紹介したんですけども、今回の手はドットが表示されているからといって、まあ、いつでもね取引を行えるっていうものではなくて、特にドットが1つしか表示されていないときに取引をすると、それこそ騙しに遭うことが多いので、そこは気をつけてトレードしていただければと思うんですが、明日はねそんな騙しを回避しつつエントリーしていく方法っていうのを解説していきますので、明日の動画は必ず見るようにしてください。はい、では続きまして移動平均線のみを使った手を公開していこうと思います。こちらも非常に簡単なので、ぜひトレードに役立てていただければと思います。でまずそもそも移動平均線とはっていう話なんですが、移動平均線とはある一定期間の終値の平均をつなぎ合わせた線にしたトレンド系のインジケーターです。まあ、トレンドの方向性や強さを判断したり、順張りのエントリーポイントを判断するのに役立ちます。で移動平均線の設定期間による違いなんですけど、移動平均線は一般的に設定期間の日数が短いもの、これを短期移動平均線、長いものを長期移動平均線、中間のものを中期移動平均線と呼びます。この期間が短ければ短いほど直近の値動きと近い動きをします。例えば大きな価格変動が起きた場合、長期移動平均線はすぐに反応はできませんが、短期移動平均線は敏感に反応してくれるといった感じです。なので期間の違う移動平均線を一度に表示することで、トレンドの方向性や転換点を分析することができます。そして今回の章で少しだけ覚えていただきたい知識なんですが、移動平均線が3本とも右肩であれば上昇トレンド、移動平均線が3本とも右肩下がりであれば下降トレンドっていうことが分かります。そしてその角度が大きいほど強いトレンドが継続する可能性が高いので、相場の流れに沿って順張り取引を行うことが有効的です。では移動平均線を早速挿入していくんですが、この設定値につきましてはかなり重要になってきますので、この動画を最後まで見ていただいた方のみお伝えしていこうと思います。ですので必ず動画を最後まで見るようにしてください。ではこちらの移動平均線の挿入方法になりますが、こちらの挿入インジケーターでトレンドの中にありますこちらムービングアベレージですね、こちらを選択してください。で今回は移動平均線を3本使っていきますので、同じことを3回していただければと思います。で設定値と入力できましたらこのように表示されます。では早速手法の解説に入りますが、まず移動平均線がパーフェクトオーダーをしていることを確認してください。パーフェクトオーダーっていうのは上昇トレンド場合はこの上から短期、中期、長期と並んでいるものを言います。で下降トレンドの場合は真逆の上から長期、中期、短期っていうのは順番ですね。で先ほど説明したようにしっかりと右肩上がりのチャートになっています。で上昇のパーフェクトオーダーが確認できましたポイントで、こちらのローソク足が真ん中のこの中期の移動平均線、こちらに対して上から下に実体が触れたタイミングの次の足でハイエントリーかけていただくと、こちらですね、次の足陽線が形成されている、これが今回のハイエントリーの条件です。では続いてローエントリー条件を解説していくんですけども、まず移動平均線がパーフェクトオーダーをしていることを確認してください。下降のパーフェクトオーダーですね。で下降トレンドなので上から長期、中期、短期っていうような順番になります。でこのようにパーフェクトオーダー、下降のパーフェクトオーダーが確認できましたら、こちらのローソク足が真ん中の中期移動平均線に対して下から上に実体が触れているポイント、このタイミングの次の足でローエントリーをかけていただきます。そうするとこのように陰線が形成されておりますので、しっかりと勝つことができています。ではこの章のエントリーポイントを実際にねいくつか振り返っていきたいと思います。こちらはローエントリーのポイントですね。移動平均線が右肩下がりのパーフェクトオーダーを形成するのが確認できます。でローソク足がこの真ん中の線、この中期移動平均線に対して下から上に実体が触れたタイミング、つまりこちらの達成になりますので、こちらの達成の次の足でローエントリーをかけていきます。そうするとこのように陰線が形成されておりますので、しっかりと勝つことができています。はい、そしたらこちらはハイエントリーのポイントですね。まず移動平均線がこのように右肩上がりのパーフェクトオーダーを形成していることを確認してください。そしてローソク足がこちらの真ん中の線、真ん中の中期移動平均線に対して上から下に実体が触れたタイミング、つまりこちらの達成になりますので、こちらの達成の次の足でハイエントリーをかけていきます。そうするとこのように陽線が形成されておりますので、しっかりと勝つことができています。この章は一時的にトレンドから価格を戻したところでトレンドの方向にエントリーをしていく押し目買いだったり戻り売りの手法です。で押し目買いだったり戻り売りってなんだって話なんですけども、今回のエントリー方法を理解していただければ簡単にね理解していただけると思うんですが、
まず押し目買い、これは上昇トレンド中に価格が少し下がったところから上昇に反転する、そういったポイントで買うことを言います。で、戻り売りっていうのは価格トレンドの最中に価格が少し下がったところから下落に反転するポイントで売る、それを戻り売りと言います。まあ、こういった言葉の知識を知っておくだけでも今後のトレードに役立つと思いますので、しっかりと身につけていってください。ということで本日の手法はいかがだったでしょうか。まあ、今回は一つの動画で2つの手法を公開してきましたが、両方ともしっかりと勝率を取れる手法ですので、ぜひ習得していただいてしっかりと利益につなげていただければと思います。そして次回の動画で今回紹介した2つのインジケーターを使ってさらに高い勝率を目指せる手法を公開していきます。必ず最後まで見るようにしてください。で、最後に今回の手法のインジケーターの設定数値を受け取るための条件です。この動画にどんなことでもいいのでコメントをください。いつも見てますとか設定値をくださいとか何でもいいのでコメントをお願いします。そして2つ目、僕のチャンネル登録をしてもらうっていうのと、この動画に高評価を押すことです。まあ、皆さんよくこれが一番抜けてやってるので必ず条件は満たしてください。そしてそれができたらやってあることが分かるスクリーンショット、もしくは画面を撮影したお写真を僕の LINE まで送ってください。で、最後にキーワードですが、パラボリック平均線っていう風にメッセージをください。 LINE の登録方法は今表示中の QR コードか概要欄の URL から飛べますので登録をお願いします。そして受け取り方法は1つでも抜けてしまうと私ができないので必ず満たしてから受け取ってください。今回の動画が参考になったという方はグッドボタンとチャンネル登録は必ず押してください。次回以降も初心者でも勝てる簡単に稼げる手法をどんどん紹介していきますので楽しみにお待ちいただければと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。